ある大学生のもとに届いた一通の手紙。その差出人は、久しぶりだねマーク。24人を殺した連続殺人鬼だった。君に頼みたいことがあって。その9件目の事件は僕がやった事件じゃないんだ。どういうことですか？僕以外の誰かが犯人だってことだよ。まだ本当の犯人はあの町にいるかもしれない。死刑に至る病。今それを知ってるのは君と僕だけだ。